どうも、山木です。今日なんですけど、長年ちょっとメインにしていたスピーカーを変えました。ずっとこの NS10 スタジオをずっと使ってきたんですけど、ヤマハの HH50 に変わったりとか、あとまあ、オーラトーンがあったりとか、そもそも B&W を使ってたりとかっていうことが、まあ、いろいろ途中はあるんですけど、それでもやっぱり NS10M スタジオに戻っては来てたんですが、テームがちょっとおかしくなってきたなっていうのも若干あったりとかして、他にもちょっといろいろ思うところがあって、新しくこの、RK マルチメディア、iLoud Precision 6にしてみました。で、なんていうかね、Twitter でも書いてたんだけど、すごい。いや、ほんとすごいよ。なんかここまで、すげえな、これっていうのはちょっと初めてかな。なんかね、言葉があんまり出てこないんだけど、オートキーではすげえなっていうのはちょっとありました。まあ、すごい低音がやっぱり近い出てくるし、輪郭もはっきりしてるし、すごい小さい音でもね、ローエンドがちゃんと聞こえる、スーパーローが聞こえる。だから、低音の時は、サブウーハーを使っていたんだけど、サブウーハーはもういや、これなくてもいいかなっていうぐらいだと思う。すごい、ほんとすごいなと思いました。語彙力がのなさね、このね。届いてすぐにはちょっと諸事情でキャリブレーションをすることができなかったんだけど、やっと今日キャリブレーションすることができました。すごい音するじゃん、キャリブレーションって。火災報知器みたいな。ピョンピョンとすごい音がするので、さすがに夜にはちょっとキャリブレーションできないなと思ってたので、やっと今日キャリブレーションをしました。別にキャリブレーションしなくてもすごいいい音なんですよね。ちゃんと上から下まで全部出てるし、ボリュームのメモリがものすごい小さくしてても低音が聞こえる。聞こえる。音程がわかる。すごいと思う。キックもわかる、ベースもわかる。どこまでも下が出てるなっていうのもわかる。ただ、うちの状況だと、やっぱり普通のね、一般家庭なので、まあ、きちんと防音処理されてるわけじゃないんですよ。うん。なので、まあ、気温材をベタベタ貼ったりとかっていうことはあるんですけど、それくらいしかやってないんですよね。なので、正直低音が暴れてんなっていうのは思ってはいたんですよ。うん。それでもね、なんかね、気持ちいい低音。正直気持ちいい低音で、このまんまでもいいかなって一瞬は思ってたんですけど、まあ一応キャリブレーションしてみようということで今日はキャリブレーションをしてみました。まあこんな感じでね、ピヨンピヨン言いながらキャリブレーションをしていったんですけど、iLoud のソフトの画面を見てもらうとわかる通り、結構やっぱりね、低域に関してはすげえ暴れてたんだなっていうのがわかりますよね。緑色のやつが元。で、オレンジと黄色が補正後です。緑色のやつをね、見るとね、結構暴れてるなと思うんですよね。それを、オレンジ色のやつが、まあ、比較的フラットにしてくれるっていうのがあって、それを今日はやってみました。で、実際、音流してもあんま比較にならないよね。まあ、ちょっと、わかるのかよ、これ。まあちょっとね、こういうのはきっと得意な人がいると思うので、誰かにやってもらいたいなとは思うんですが、ね、がっつりと暴れてる音が、すっきり、ある程度すっきりしたかなと思います。うん、ただこのすっきりしたものがいいのか悪いのかはちょっとまだ分かんなくて、これからいろいろ自分で試してみながらやっていこうかなと。まあね、海外の曲なんか聴いてるとね、すごいやっぱ、ローが出てるので、割とその辺を参考に今後はやっぱ作っていこうかなと思ってます。で、まあ、今回ちょっとそこに入れてあるけど、この静香さんっていう静香さんっていうところから、気温材をちょっと借りてみました。で、ちょっとなんかね、置き場所が 500×500 なので、
ちょっとね、うちだと置き場所がなかなか難しいなとは思うんですけど、まあ、これをね、スピーカーの、この角の部分に、うち角をね、なくすっていうのをちょっとやってないので、これ角の部分に入れてみようかなと思って。で、この角の部分に入れてみると、よいしょ。まあ、こんな感じで、角の部分に入れてみたんですけど、これだと結構、定期がね、ちょっと閉まる感じになります。このまま様子見ながら、いろいろ試していこうかなと思っております。はい。補正機能がついている。その補正機能がついているというのはやっぱすごくいいなと思います。で、しかもこれプラグインじゃなくて、スピーカー本体に書き込んでくれるんですよね。なので、一時プラグイン入れなくていいのが一番楽です。うん。なんかあんま好きじゃないんですよね。その最終段にこの補正ソフトを入れるっていうのが。どうもあんま好きになれなかったので、ちょうど、やっぱ本体に書き込めるんだらその方がいいなと思ったので。いろいろ他にも、いくつかスピーカー候補があって、いくつか聞いてみたんですけど、やっぱこれが、ね、iLoud Precision 6。うん、これが、時代の音を言ってる感じがします。スピーカーをアップデートすることによって、自分の曲がアップデートされる。そんな感じがするスピーカーなんですよ。今回のハイラウドっていうのは。うん。ちょっとお値段は高いんですけど、でも、それだけの価値はある気がします。ってことで、今回はそんな感じです。はい。ではまた。